皆様おはようございます。オーケンシです。先ほどね、インスタライブやって、ね、それ動画残したんですけども、なんか寝巻きみたいな格好してるし、もうなんか寝起きだし、ひどい顔だし、ひどい状況だから、もうこれもうダメだわって思って削除しました。すいません。で、素敵なお花いただいたり、素敵なメッセージをいただいたり、すごいたくさん、もう本当にありがとうございます。ということで、きちんとね、動画にして皆様に感謝の気持ちを伝えたいと思って、今これを録画しております。まずはですね、もうお花ですよ。本当にありがとうございます。もう、レミありがとうね。もうなんだかね、本当にありがとうございます。で、そしてですね、そのまんま、レミ、レミって田中レミナなんですけども、彼がですね、もうすごい粋なことをしてくれて、今日3月31日、私の誕生日の日に、2020年、に、彼がまだ19歳の時に、私がちょっとレッスン曲弾いてくれないかっていうので作った作品があるんですが、それが本日3月31日、iTunes と Amazon Music で販売されることになりました。なので、まあ、販売というか配信かな。で、Apple Music、Spotify は今回ないみたいです。なので、iTunes とアマゾンミュージックの方で皆さんこちらの方聞けると思いますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。どのレベルの子供たちでも絶対に使えるような曲だと私は思うんですね。そんなに難しくはないですし、で、耳にも優しいですし、で、テンポもちゃんとこう速くなったり遅くなったりってあんまりないので、多分使いやすい音だと思いますので、もし皆さん使っていただいたら、指導者の先生方動画を撮っていただいて、タグ付けしていただけるとすごく嬉しいです。彼のね、音楽、まあ、そして私とね、彼のコラボの音楽が、他の先生方からしたらどんな感じに捉えられるのかとか、他の先生方が違うエクササイズで彼の音楽を使ったらどうなのかっていうのをすごく興味があるので、ぜひ、そちらの方動画アップしていただけるとすごく嬉しいです。あとはですね、 もう私口事なのですが、誕生日のプレゼント何がいいって、私の家内、久美先生なんですけど、私の家内が何が欲しいって言って、欲しいものあんまないんですよ、実は。本当、物欲そんなになくて、ただこういう欲だけはあって、うちのスタジオのね、例えばどっかを直したいとかリフォームしたいとかいろいろあるんですが、一番私たち、まあ私というよりは私と家内が一番直したかった階段を、実は、一昨日からちょっとスタジオの方をクローズして、危ないのでね、クローズして、階段の方をちょっとリフォームさせていただきました。こんな感じになりました。 ね、なんか今ね、ちょっといろいろね、物流の方が滞っていて、材料が手に入るかどうかっていうので少し、不安はあったのですが、無事に届いたみたいなので、こんな感じで 綺麗になったので、4月からは子供たちも楽しんで、綺麗だなと思いながらスタジオの玄関くぐってもらえるとすごく嬉しいです。 そして何が欲しいって言われててもね、さすがにね、何にも欲しくないっていうわけにもいかない、何も欲しくないっていうわけにいかないっていうかね。 なのでこんな感じで コーヒー好きなので、コーヒーメーカーってうちなかったんですね。ネスプレッソしかなくて、でもなんかすごいね、熱々のコーヒーが飲みたいねっていうふうになって、よく私と家内の その生活の具合によっていろいろね、買うものが決まってくるっていうのは、もうこれでよく分かったと思うんですが、はい、熱々のコーヒー飲みたいねっていうので、じゃあもう、この人のね、この人の誕生日のね、記念にね、買っちゃえっていう感じで、買いました。すごく熱いコーヒーがね、入れられるのですごく助かってます。本当に嬉しいです。で、そのバレター弁当2022第11回バレエの夕べというので、こんな感じでね、舞台の上でね、お祝いしていただいてすごく嬉しかったんですが、そのまま祝い的な感じでね、うちの子供たちやお母さんたちにお祝いしていただいて、その時にいただいたね、ノンアルのスパークリングワインをいただいて、まあ、今日のこの日に開けようってなったんですが、見てください。私がね、いかにこういうボトルを開けたことがないかっていう、お酒を普段から全然飲まない人間なのかっていうのが、これでわかると思います。どうぞ。ありがとうございます。ノンアルです。ありがとうございます。どうやって開けるのこれ 飲んだことないからわかんない。わかんない。どうやって開けるのこれ。ああ よいしょ。ね、こんな感じなんですよ。もう本当にね、53歳ですよ。本当にいろんなこと、本当世間知らずだし、本当に普通の人が普通のことをやれるっていうのができない人
なので、もうすいませんっていう感じなんですけれども、53歳、どんな風に生きていきたいですかみたいな、どんな風に過ごしていきたいですか、この1年みたいなことを聞かれたりするんですが、特にないです。特に、本当に特にないです。まあ、あるとしたら、皆様のお役に立てるような情報を提供したりとか、あと指導したりとか、とにかく人様のお役に立てて、迷惑をかけないような人生を送りたいとは思っていますが、すいません、迷惑をね、かけ合うのはもう、お互い様なんだよっていうふうに言われたことがあると思いますので、時々ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後ともぜひよろしくお願いします。ということで、あとはですね、4月の17日にアートバレーインテンシブの予約がスタートしたのも今日だったんですね。なので事務局の方がね、わざわざこの日にぶつけてくださったのかわからないんですけれども、本当にありがとうございます。4月の17日、まあ、ズームでね、オンラインなんですけれども、たくさん皆様に指導したいと思いますので、ぜひお申し込みください。ということで、先ほど入れたコーヒーを飲みながら、今日はこの辺にしたいと思います。皆さん素敵な一日をお過ごしください。さよなら。